どうも、ウーバーイーツ配達員の俊夫です。本日なんですけれども、全然見えないんですけど、あそこにね、上野駅というでっかくね、あるんですけど、ここにですね、1時間、上野で、ウーバーウォーカー1時間稼働を、やっていきたいと思います。で、ただいまのね、時刻が、10時58分ですね。そっか、日にちも言ってないわ。日にちが10月3日の日曜日ですね、の10時58分でございます。なんで今日は11時からね、1時間、ウーバーウォーカーをオンラインしていると思うんですけど、先日ですね、入谷駅で、悲惨な結果になったので、まあ、上野まで来れば、なるだろうと、そういう意味で、本日はね、ウーバーウォーカーリベンジ、したいと思います。ではもう早速ね、もうあと2分で11時になりますんで、まあ、ちょっと2分早いんですけど、早めにウーバーウォーカーをオンラインしていきたいと思います。では行ってみましょう。レッツウーバーウォーカー。ちょっと浅いな、日焼け止めなの忘れました。9月だから、10月かな、もう10月だからといって、他に日差しが強いんで、ちょっと日焼け止めはね、これね、防水の日焼け止めなんで、まあ、汗かいてもね、多分大丈夫だと思うんですけど、で、オンラインしていきました。今ちょっとイヤホンしてるんで、あのピローンって音はね、ないんですけど。はい、じゃあウーバーウォーカーオンラインしました。まずね、ウーバーウォーカーの、最大の試練がまず長い地蔵から始まるんで、昨日は1時間地蔵しましたからね。なんで、まあ上野まで来ればね、で本日日曜日で、まあ、何もいいと思いますし、不快になると思いますんで、じゃあ、待機していきたいと思います。ただいまね、20分が経過いたしました。無音です。ならないね。普通に考えてですけど、お客様にとってウーバーウォーカーのメリットってないんですよね。まあこれ多分皆さん気づきだと思うんですけど、自転車はだって歩いて買いに行くよりも早いから自転車ってメリットじゃないですか。でバイクなんかはもう遠くてね、行けないようなところでもバイクって運んでくれるんでメリットじゃないですか。ウォーカーってぶっちゃけお客様が歩いて、まあ、買いに行ける距離じゃないですか、まあ、なんで、まあ、ぶっちゃけ確かに、まあ、メリットはないなっていうふうに、まあ、それは確かに思うんですよね。着いたな。注意事だったんですけども、一回もなりませんでした。というわけで、ちょっともう腰が疲れちゃってね、お腹も空いちゃったんで、一旦休憩したいと思います。まあ、今のね、ウーバーウォーカーはあんまりやるのをおすすめしないです。とにかくならないんで、もうこのね、ピークタイムでならないのはね、まあ、自転車だったらありえないんで、まあ、やることをおすすめしません。というわけでね、この動画がね、少しでも役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。